ジンナビ狡猾復活の舞、どうも皆さん、リュウです。さあ本日なんですが、サイマジブラマジっていう皆さんデッキご存知ですか？サイレントマジシャンをブラックマジシャンのデッキに組み込みまして、で相手のコズミックサイクロンとか局所的ハリケーンを無効にして、でジンナビ絶対通すっていうデッキなんですけども、今回は新しいリミットになりましてね、まあリミット3にマジシャンズロット、そしてマジシャンズナビゲートがぶち込まれてしまいましたということなんですが、狡猾型から入れられるようになったんですよ、実は。なので、理不尽盤面あったでしょ、昔。ジンナビ狡猾っていう、なんか先行でジンナビ構えて、で、狡猾もセットされてて、どうやって勝つねんみたいなデッキあったでしょ。あれの究極系。まあ、最強に上振れると、ジンナビ、で、手札ブラマジで、狡猾セットして、サイマジ出てるみたいな。マジでやばいことが起きるんですけども、めっちゃ頑張れるとね。まあそこまでは狙えなくても、まあ、一応ジンナビ狡猾、まあ、もしくは、サイマジ狡猾とか、サイマジジンナビとか、まあ、まあこういうね、もうマジで理不尽な盤面を、まあ、整えていこうかなという風なデッキになっております。まあかなりね、ここの枠がきついですね。で、僕はね、ナビゲートが好きなんですよ。これなんでかっていうと、魔法トラップ止めれるじゃないですか。なんか今、一族の結集が流行ってるんですよね、結構ね。なんですけど、魔法トラップ止めるっていう、やっぱ唯一無二の性能してるんで、僕はナビゲートの方が好きなんですよね。なので、ナビゲートガン積みして、で、ロットだけ1枚入れて、で、このウィッチからサーチしていくみたいな、ウィッチサイマジでサーチしていくみたいな、まあ、そんな感じのね、ギミックになってますと。で、一応ナビゲート3枚目みたいなイメージで、クロマイチのベールを入れていますっていう感じですね。はい。まあ、狡猾使うんでね、ちょっと、他の、トラップあんまり入れたくなくて、なんでベールにしてますっていう感じです。早速、スーパー理不尽先行制圧やっていきましょう。ジンナビ狡猾こそ最強、デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ショコラブさんですね。よろしくお願いします、デュエルスタンバイ。あー、これ、むず。これ、サイマジ立てる、なくてもなんか強そうな気するんだよね。初動。それ、狡猾あるんで、サイマジ立てないっていう。カイクはカイクは、カイクで強いんですよね。ネクロバレーはちょっと辛いけど、これはあれだった、サイマジ立てるべきだったやつですか。あ、スープレックスですね。なるほど、スープレックスですね。はい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 、なるほどですね。了解しました。全然カイク何も刺さんねえやつだわ。でも癖ねえ。オッケ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 、癖がないのはありがたい。ってことはこれ手札モンスターだね、多分。モンスターだと思うわ。今だからモンスター4枚になるはずだから、あいつだって何が辛いんだろうな。あんまり狡猾はそんなに効かないですもんね、このモンスターね。とりあえずちょっとネクロバレーが、魔導陣は強い。で、魔導陣効果発動、魔導陣効果発動、ブラックマジシャン手札に加える、ブラックマジシャン来た、ナビゲート使える、ナビゲート使える、あ、ベイルとかあるかもしれないのか。ベイルとかあったらめんどくさいけどね、結構。どうしよう、これでもさすがに、ナビゲートで、まあとりあえず出しましょう。で、はい。で、あぶれ狡猾ジンナビ最強、狡猾ないか。初手狡猾お祈りゲームになってんだけど、あ、でも陣ナビできるわ。陣ナビできるんだったらいいわ。はい。で、カードを、1枚セットか。ちょっとね、陣セットしてなんかその散らけさせるっていうね、多分パターンもあると思うんですけど、これ陣マジで狡猾欲しかったな。セットセット、オッケーで、ジンナビしていく、しっかりめにジンナビをしていく。狡猾欲しい人生でした。はい、ウィッチ出していく。ういウィッチ出てくるって珍しいよね。で、ワンキル取りたいからさすがに行こうか。それなんすか、ウィンダー。オッケー、よし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 よ
ね、これさ、これさ、これウィッチでサイマジ持ってきたったらウィッチでサイマジ持ってきたったらいいんじゃない、これこのムーブ強すぎか。これでこれ単一だから、サイマジリリースしてサイマジだ。さあそのカードは何ですかと、さあそのカードは何ですかといったところ、そこら足落としじゃない、それは無理、それは無理。さあバンネットキー選手、ベイリーはいるんでしょうか。さあベイリーはいるんでしょうか。こっちでいいか、こっちでいいか。さあこうしてで、こうですね、でこうですね、でバトルフェーズに入りましょう。さああるんでしょうか、ベイリーはないんですね。この動きマジで理不尽すぎるだろ。これがデュエルリンクスです。さあお相手の方、ジェイソン・ステイサムかける2、よろしくお願いします。デュエル3倍、ハンドかなり強いですねこれ。私、あーお前来たのはマジで弱いわ、お前来たのはガチで弱い。さあ黒の魔導陣の効果を発動していく。でブラックマンシャンをもちろん持ってくる。でいやーこれ先行欲しい人生だった、先行が欲しい人生だった。これ陣波効果できたのにな、ワンチャン。でナビゲートで、もちろんサイマジ立てる。ほら魔法カード使えるもんなら使ってみろ。セットは、うわ強え強え、コズミックサイクロン、コズミックサイクロン効かないの強い、最強すぎ、コズミックサイクロン効かないの強すぎ、ハリケーンも効かないし最強だ。さあどうする、さあどうする、ジェイストンステータム、さあどうする。あやばい、グリップス、ペイズか、ペイズちょっと若干うざいな、しかも除外されんのか。あでもあいつ出てきた、バジリコク出てきた瞬間にナビゲートしちゃったらええわ。ペルトン、はい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 、でペルトン効果、いやでも3500打点で抜けるか、でも言うて抜けるよな、サイマジいるもんな。3500打点は多分ね擦れないと思うんだよね、彼の好きでこれ迷宮作成でしょ。ねえ、あ、いいです、いいです。全然、もう全く問題ないです。それは問題ない。それは問題ない。それは問題ない。ビーストライザーはやばいか。ビーストライザーやばくないか。これやばくないか、これ。ちょっと待って。ビーストライザーやばい。え、これさ、これもう俺ここで打つしかなくない？え、これでも間に合わないか、チェーンが。待って。ビーストライザーはきつい。待って、なんかワンチャン、ワンチャン、これさ相手気づかずにさビーストライザーしないっていう選択しない、これビーストライザーをしないという選択肢、これでブラックマンシャンが特殊化されました。魔導陣効果、ちょビーストライザー抜かしてください、お願いします、お願いします、お願いします。でマジシャンスロットの効果発動はした方がいいか、これウィッチリリースしてした方がいいんだ、持ってくるものあるもんな。でロット効果リリースしてちょっと待って待って、やめて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 、なんかあいややったやった、神ゲー神ゲー起きた、うっと神ゲー起きた、とりあえずビーストライザーだけなんとかした、いけるぞ、なんかいけるぞ、スピークス OK、 これ迷宮だろ、スキルモンスターカードいいよ、モンスターカードはいい、あ OK、 ペルトもいい、全く問題はない、全く問題はないぞ、いいぞ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 いけるぞ、なんか相手のプレミで助かってるぞ、あもう誰やねんお前、殴るファ誰やお前、ジェネレード、なんかリンクスに唯一実装されているジェネレード、炎のジェネレード3100打点でかい、バトルフェイズいいだろう、あそれはもういいよ、それはもう全くもう問題ないよ、問題はない、問題はない、なんで、それはやばいって、助けて、お疲れ
何引いてくれば勝てるんだ。対象に取れない5000打点何引いてきてもこれ勝てないんじゃないか。ちょっと待って、何引いてきても勝てないんじゃないかこれ。どっちのカードを除外できない、どっちのカードを除外できない。え、これ何引いてきたら勝てんの。え、ガチでこれ何引いてきても勝てないんじゃないこれ。やばすぎるでしょ。それはやばすぎると思うんですよね俺。こういくしかないやつですか。陣ナビしても意味ないもんなこれ。陣ナビ効果全部意味ない。全てのカードが無力化されている。やばすぎる、やばすぎる、やばすぎる。これでぶん殴るしかないのか。ぶん殴るしかないけどですよね。だっていくつ6900。ちょっと待って、それは無理。ごめんってそれは強すぎるって。対象に取れない6900はさすがに無理よ。